どうも、ハラケンでございます。ちょっとね、いきなり今更ながらの話題になってしまうんですけれども、毎年年末の12月に岐阜県瑞浪市で行われております瑞浪バサラカーニバルの開催についてですね、この瑞浪バサラカーニバル、まあ、通称ね、バサカニっていう風に言うんですけれども、今年もね、例年通り12月中旬に開催が予定されていたんですけれども、このバサカニもやはり昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして中止が決まってしまいました。やはりね、このバサカニも今年はね、通常開催は厳しいかなっていう風に前々から予想してはいたんですけれども、実際に決まってしまうとね、個人的にはよさこい関連の全ての祭りの中で一番好きで思い入れのあるお祭りだったんで、やっぱり悲しいですね。ぶっちゃけね、思い入れが特に強いこともありまして、これまでに開催中止が決まってきた全ての祭りの中で一番悲しい知らせでした。やっぱり今年はあれですかね、通常開催のお祭りは全滅という形になってしまうんでしょうか。そんな感じでね、通常開催の祭りは軒並み中止が決まってきてしまっている状況なんですけれども、先月行われました日本ど真ん中祭りのオンライン版テレド祭り、あの企画はね、やはりすごく良かったですね。このテレド祭りでは3日間にわたりまして動画が生配信されたわけなんですけれども、通常ど祭りで見ることができないようなチームさんの演舞を見ることができたり、参加されていた各チームさんの地元などについて知ることができたり、またね、例年の開催だとなかなかね、ファイナルとかに行かないようなチームさんがファイナルステージに進出していたりとかね、本当に貴重でね、素晴らしい企画だったんじゃないかなっていうふうに思います。でまたね、このテレド祭りの生配信の司会進行も務めていらっしゃいました祭り内の皆さんもね、チームや演舞の感想などいずれについても詳しく丁寧に、そして甘く話されていて本当に素晴らしいなっていうふうに思いました。祭り内の皆さんはね、来年度のど祭りの応援団も継続して務めてくださるということだったので、来年度のど祭りもぜひ盛り上げてくださることに期待したいですね。そんな感じでね、テレド祭りの成功が話題になっていますが、そんな中でやはりこれまでに通常開催の中止が決まっていますいくつかのお祭りでも、そのお祭りの開催の予定日に生配信オンラインでのお祭りの開催が発表されているお祭りがあります。まあね、いくつかね、そういったお祭りが出てきているんですけれども、今回はね、その中でも個人的によくお祭りに参加させていただいてて、思い入れも特に強い2つのお祭りのオンライン開催についてピックアップしていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。それではオンライン開催が決定したお祭りについてですね、今回取り上げる2つのお祭りは、新潟総踊り祭りのオンライン版幻の新潟総踊りと、道のくやさこい祭りのオンライン版オンライン道をさについてですね。まずは幻の新潟総踊りから話していきます。この新潟総踊り祭りではオンライン配信、まあおそらくね、新潟総踊り祭りの YouTube チャンネルでの配信になるんですかね、新潟総踊り祭り24時間ライブなる企画が9月21日祝日の月曜日から9月22日祝日の火曜日にかけて配信されることが決まっています。でそのね、新潟総踊り祭り24時間ライブの企画の中で9月22日の火曜日の方ですね、この日に幻の新潟総踊りオンライン会場なるものが開催されるそうです。このね、2020幻の新潟総踊り、ここではね、皆さんから送られてきた演舞映像を放送するということが記載されていました。なのでね、この2020幻の新潟総踊りではテレド祭り同様、演舞映像を募集するということになってるらしいですね。でその2020幻の新潟総踊りの参加条件についてなんですが、条件はたった一つ、心を込めて踊ること。通常の新潟総踊り祭りと同様、これ以外の参加条件はございませんってことだそうです。ただね、この幻の新潟総踊りかなりの反響があったみたいで、想定以上に多数の応募をいただいているということなんですね。なのでね、エントリーの募集にちょっと制限が入りました。まずね、エントリーを募集するチーム数は80チームで先着優先ということだそうです。続いてエントリー締め切り日が、これがね、あまり時間がないんですけれども、9月の14日の月曜日夜9時21時までということだそうです。これはね、チームのエントリーの締め切りであると同時に動画の送信の締め切りということでもあるみたいですね。でちなみにね、やっぱりね、エントリーと同時に動画を送らないとなっていう風にプレッシャーになるかもしれないんですけれども、このね、送信する動画の用意に時間がかかってしまう場合は、先にエントリーだけ済ませておいて、動画は9月14日までに送っていただいても大丈夫ですよってことみたいですね。ちなみにこの送信する演舞映像については、新たに撮影したものというわけではなくて、過去の演舞映像でも OK ということだそうです。その他ね、開催概要ですとか注意事項ですとか、そういった詳しいことに関しましては2020幻の新潟総踊りのホームページに記載がございましたので、ホームページの URL や新潟総踊り祭りの YouTube チャンネルの URL に関して動画下の概要説明欄に記載しておきますので、ぜひそちらをご参照なさってみてください。例年だとね、3連休のところが今年は4連休になっているということで、実際のね、お祭り開催された時は観光したいなっていうふうにも思っていたんですけれども、まあね、通常開催が叶わない分、このオンラインでの新潟総踊り祭り24時間ライブどんな風になっていくのか楽しみですね。あとそうだ、伝えてなかったんですけれども、新潟総踊り祭りのクラウドファンディングも引き続き受け付けています。
確かね、もう目標の6割強は集まったんでしたかね。でもまだ3割強残っているみたいなんで、もしご興味がおありでしたら、ぜひともご協力を私からもよろしくお願いします。で、続きましては、毎年10月に宮城県仙台市で行われております、みちのくよさこい祭りのオンライン版、オンラインみちよさについてですね。このオンラインみちよさでもね、チームの皆様から演舞の動画を募集して、みちのくよさこい祭り実行委員の方々の方で動画の編集を行うということが記載されていました。そして送られてきて編集したチームの演舞動画を2日間で計6時間にわたりまして、生配信の中で皆様にお届けするということが記載されていました。そっか、2日間合わせて6時間。なんかこっちの方あれですね。結構配信の時間がタイトなんですね。このオンラインみちよさの開催についてもね、数日前に急に開催が発表されたんですけれども、このね、オンラインみちよさの開催に至った経緯に関しても、ホームページに記載されていました。このね、みちのくよさこい祭りは、昨年度は台風で、今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、開催の中止が決定してしまっています。そんな感じで、2年も連続で開催ができないという中で、多くの方々からメッセージをいただいたそうで、このみちのくよさこい祭りが、皆さんに支えられているということを実感するとともに、踊り手の皆さんの勇姿を全国にお届けすることが使命であると感じられたからということが書かれていました。このね、みちのくよさこい、通称みちよさっていう風に呼んでいるんですけども、このみちよさはね、今年度の開催で、昨年度の中止の分も含めまして、23回目という、かなり歴史のあるお祭りになっています。このね、オンラインみちよさは、今年の10月10日と10月11日土日ですね、それぞれ13時から16時の3時間、合計6時間の配信になるということだそうです。配信されるのは、みちのくよさこい祭りの YouTube チャンネル、チャンネルみちのくよさ、そしてね、地元の仙台では仙台ケーブルテレビでも配信されるということだそうです。でね、このオンラインみちよさはテレド祭りと同様、チーム演舞の動画を募集するだけではなくて、総取りの動画も募集するということが書かれていました。ただしね、このチーム演舞の動画と総取りの動画で参加の方法が少し違います。まずチーム演舞動画での参加の仕方についてなんですが、これはね、エントリーを先にする必要がありまして、そのエントリー期間がね、2020年9月13日日曜日の昼2時14時から2020年9月18日金曜日の23時59分日付が変わるまでということになっているそうです。で、この期間の間にエントリーを行いまして、折り返しのメールに従って提出物、まあ演舞動画ですね、そういった提出物の提出を行うということが書かれています。そしてね、このオンラインみちよさの参加費は無料。あ、そういえば伝え忘れましたけど、確か先ほどの2020幻の新潟総取りも確か参加費は無料だったかなっていうふうに思います。そしてね、このオンラインみちよさでは参加人数も一応規定が決まっているみたいなんですけども、チームの M 動画でのエントリーの場合は参加人数は2人以上ということだそうです。これあれですね、テレド祭りと同様ですね。で、演舞に使う楽曲の決まりとしまして、民謡の一節を取り入れたものにするということが決まっています。で、またね、提出する動画は再生時間5分以内。それとね、このオンラインみちよさでは過去の演舞映像が推奨されているんですが、その過去演舞の動画に PR 動画、まああれですね、チームについてや地元についてですかね、そういったものをつけても OK ということだそうです。ただしね、その場合はその過去演舞の動画と PR 動画を足して5分以内ということになっているそうです。これね、5分超過しないように気をつけましょう。一方、総取りの動画に関しましては、こちらはね、提出する際にエントリーを行う必要はありません。総取りを踊った動画を提出すれば OK ということだそうです。そしてね、今回対象となります総取り曲は3曲あるみたいなんですけど、3曲か、テレド祭りと同じ曲数ですね。で、提出対象の総取り曲なんですが、みちのくよさこい踊り、乱舞、踊りよさこい愛日本の3曲ということだそうです。それと最後にね、もちろんこの総取りでの参加も参加費は無料ということだそうです。そっか、また総取り動画募集するのか。これあれですね、また3曲踊らないといけないですね。ちなみに私はね、個人的には乱舞と踊りよさこい愛日本に関しては踊れるんですけれども、道のくよさこい踊りがね、一応フリーではザックバラの友達にしてもらっているんですけれども、下地はあるとはいえね、ちょっと踊りが難しくて、まだ完璧には踊れないんですよね。これはちょっとあれだな、ちゃんと復習してまた覚え直して踊んないといけないですね。まあでもあれかな、ど祭りの時みたいにゼロからフリーレして踊るって曲がないんで、ど祭りの時よりはそんなに気を合わなくて済みそうですね。ただな、体力持つかな、ちょっとね、自信がないですけど頑張ります。ちなみにね、動画提出の際などのその他諸注意等々はオンラインみちよさのホームページに記載がありました。なのでね、このオンラインみちよさのホームページの URL と、みちのくよさこい祭りの YouTube チャンネル、チャンネルみちのくよさの URL に関しても、それぞれね、2020幻の新潟総取りと同様、動画下の概要説明欄に記載しておきますので、ぜひそちらを参照なさってみてください。そっか、あれだな、先月のテレド祭りに続きまして、今月と来月もよさじゅうする日々が続くみたいですね。私もね、なんとか時間を縫って総取り踊りたいなっていうふうに思います。まああれですね、たまにはね、体を動かしたいですね。とまあそんな感じですかね。今回はこのあたりで動画を以上とします。本当にね、重ね重ねになりますが、この新型コロナウイルス感染拡大の情勢が一刻も早く落ち着くことを願っております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、
そして聞いてくださった方は高評価などよろしくお願いいたします。また私は Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。ハラケンでした。